では夫婦がやればいいのかなって思ってます。使命感もあるってことですよね。そして今日は100年の後に 3D プリンターで作った浮かす装置の無形的な模型です。はい、これを目にするとどう思いました？ちょっと欲しかったというか、うん、トイレするときそこでしてね。感激というか、本当にこれは隣のところで寝たいぐらい、もうそういう感じです。ちょっと今日は好きなんですよ。形に迫っていくっていう学問の面白さ、重要性を今日伺えたというふうに思うんですけれども、例えばその死ぬの死ぬのを取り扱えるのは甲賀さんだけだっていう話もありました。今後のそのアップに続く世代の状況っていうのはどういうふうにご覧になってるんですか？現状後継者っていうのは、まあ、いいな、うん、そこですね。いる時はね、うん、そこでトイレ、うん、ちょっと問題となって